様々な形と彩りの飴大量に製品化の上、パックされて、スーパーなどで売られる飴飴は、米や芋類、コーンスターチや、その他穀類などの作物由来のデンプンを投下して、作った甘い菓子、及び砂糖や、その他糖類を加熱して溶融した後、冷却して固形状にしたキャンディなどを指す。固形の飴を固め、粘液状の飴を水飴と呼び、大別する。 近畿地方を中心に、アメちゃん、アメさんと親しみを込めた設備語を伴って呼ばれることがある。東北地方などでは、アメっコとも言う。現在日本国内における固形のアメ玉の製造法は、液状の水飴に砂糖など下流糖類を加糖して、加熱溶解後、成形しながら冷却して固める方式が一般的である。中国語においては、砂糖で作る硬い飴や、 洋風のキャンディーなどは、塔と呼び、飴は米、米、香粮、麦芽などから作る水飴や、柔らかい飴を刺すという区別がある。文献上は、神武天皇が、大和の国を平定した際に、大和高尾の地で、水無し飴を作ったという記載が、日本書紀の神武則にある。この、飴は、タガネと読む。日本書紀は神話であり、神武天皇の時代とされる。 紀元前7世紀については不明であるが、同書が編纂された720年には、すでに飴が存在していたことになる。平安時代の演技式には、京都に飴屋ができたとあり、鎌倉時代には飴売り行商も誕生した。江戸時代になると様々な姿で、面白おかしく飴を売り歩くようになった。 現在の飴はもっぱら菓子として食べられているが、甘味料として用いられたり、甘い食品が貴重であったことから薬や珍味のような扱いもされていたようである。近世から近代にかけて、飴は売り子により歌を添え、全国で放浪芸化して売られていた。八花飴秋祭りの少女と屋台で売られる飴細工、詳細は、飴細工を参照発祥は江戸時代とされ、 現在の東京都である江戸で始まったとされる。さらし雨を柔らかいうちに、和ばさみや棒で成形し、時に雨に突き刺した足などから空気を吹き込み、膨らませるなどして、食紅で着色し江戸の動物などを成形したもの。近代では、紙芝居やキセルを修繕するラオヤが、客寄せの一つとして演じた。雨細工の発祥に関する、もう一つの説として、 平安時代に京の戸で飴に様々な形の工夫を加え売り歩いており、その後江戸時代に江戸に飴職人が移り広まったとされている。現代では大道芸の代表的な演目の一つとして取り上げられる。また、飴細工を作るものを飴細工師と呼ぶ。もう一つの日本の飴細工としてアルヘイトを用いて作るアルヘイ細工もあり、これは高級菓子として茶席などで供される。 中国には銅板などの金属板の上に熱して液状となった飴を用いて輪郭画のような技法で竜やパンダなどの衣装を描いた後上から櫛を乗せて持てるようにした後にヘラで金属板から剥がし取って販売する飴細工がある西洋料理ではチョコレートと飴を用いた細工は工芸菓子に含まれピエスモンテという溶かした飴を冷えたボールなどの上に 糸状に垂らし、ザル状に硬化したものを、器や装飾具のティアラに見立てたり、ガラスのような輝きを保ったまま、糸状やリボン状にして、料理の飾りとする。着色した飴を平たく薄く伸ばし、指などで凹凸を作った後花びらに見立てて増加に、したもの等が代表的である。飴を誤って飲み込み器官に詰まらせてしまうことにより、窒息事故を起こすことがある。 東京消防庁が5歳以下の子供を対象に2006年から2008年にかけて発生した食品による窒息事故の主要な原因を調べたところ、雨類を原因とするものが最多であったという報告もある。また、内閣府の食品安全委員会が2010年に発表した調査結果によれば、雨を1億人が口に入れたと仮定した場合に、 最大2.7人程度の頻度で窒息による死亡事故が発生するリスクがあるといい、これは窒息事故が社会問題視されたこんにゃくゼリーと同程度のワースト1位の餅と4位のパンの間に位置するリスクだという。ありがとうございます。